今日の字は桜です。木偏の2画目上部は長めにしっかり書きましょう。ここはだいたい3分の1ぐらいの割合ですね。ここはこのように跳ね上げて、作りの3画目2画目はつなげましょう。下の女は2画目は曲線的に、筆順間違えないように気をつけましょう。花の命は短くてと言いますが、確かに満開の桜はあっという間に散ってしまいます。でもそれだからこそ希少価値が生まれ人気も出るのですね。一年中桜が満開でいたら誰も見ません。お楽しみはたまにあるからいいのです。さあ今日は飲むぞ。え、昨日も飲んだ？